結構1試合目とかはチームとして全体的に硬さがあって、まあ、なかなか自分たちのサッカーっていうのはできない時間帯が多かったっていうのが印象的です。2日目はまあ結構前半から自分たちの結構形っていうのが出てて、まあ、いいプレーとかも多かったんで、まあ、しかも前半で先制できていい形だったんですけど、まあ、後半守り切ることができなくて、まあ、ドローになってきてしまったのがちょっと痛くチームとしては結構痛かったですね。でも3日目として、まあ、4対0で勝つっていうのが、まあ、チームとしての絶対だったんで、まあ、それをとりあえず達成できたのは良かったなと思います。この試合の FC 福島の印象っていかがでしたか？そうですね、やっぱ結構守備とかが結構徹底されてるなというのが印象的でしたね。やっぱ結構みんながやっぱチームでやろうとしていることをやっていたかなという印象があります。けどもう試合前から絶対 4-0 以上なんだってことは決まってたんで、で、まあ、順調に 2-0 まで行って、なかなか最後なかなか3点やってなかったのはちょっとじれたかったですか？どうですか、あの時間帯最後の10分間ぐらいどうですか？やっぱまあ自分も結構チャンスあったんで、はい、ありましたね。そうですね、やっぱ4点で止まらなかったと思いますし、やっぱ5点6点っていうチャンスがあったんで、やっぱそこを3試合目とかじゃなくて、やっぱそこをどんだけ冷静になってしっかりゴールを決めれるかっていうのがやっぱ大事だったかなと思います。今日のゲームもほとんど自分たちがやりたいように回せて、クズワイドに作って中にっていうのずっとやれてたと思うんで、そうですね、自分たちが やろうとしていたことは、まあ、できていましたし、やっぱ相手に襲いかかるっていうのもやっぱ試合前から言ってたので、うん、やっぱそれはできたかなと思います。あの最後やっぱりフィニッシュ枠の中にボールを入れるというところは、はい、今日も多分シュート数がかなりあったので、そうですね、まあ、10-0 ぐらいかなぐらいの感じのシュート数だったので、ね、そうですね、シュート数だけで見たらまあそうなりますよ、ね、まあ、しかもまあ自分もやっぱチャンスはもちろんありましたし、やっぱ3点とかやっぱ取れたと思うので、やっぱそこはやっぱ自分としてのやっぱ課題かなと思うんですよ。やっぱり竹さんはそのもうこれからどんどん伸びていくっていうまだ選手だと思いますので、はい、頑張りたいと思います。2点目のような美しいゴールがたくさんこれからも見たいなと思います。そうっす、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。